久保さん、今回はお客のしつけにしましょうか。お客の。客の,客のしつけにしようかな。客のしつけ。今ね、あの質問動画に対してさ、質問に対して30分ぐらいの動画撮ってたんですけど。<laughs> まあ今ね、セールスしてて、あのまあ、あのスライド動画でね、稼ぐっていうやり方なんですけど、<laughs> まあ簡単にできそうかなとか、私でもできそうかなみたいな、なん,かなんだろうな。 まあそんな感じ来たわけで、すよでそのメールの中に、過去にね、こんな感じで挫折しましたっていうまあちょっと読み上げると、過去にね、あの興味のない、興味のない芸能ネタをリサイスするのも嫌だったし、サムネイルとは作るのも慣れていなかったのですごく時間がかかってめんどくさくなって、二本だけ作ってやめてしまいましたと。これは前のエンドロール動画ですね。エンドロール動画。うん。 だ昔、エンドロール動画で稼げた時代に、僕はあの松山さんという人とジョ,あのジョイントして、セミナーをやってたんですよ。でそのセミナーに参加した人が、あまあ、実際にセミナーを受けてやってみたけど、めんどくさくなって日本でやめましたみたいな感じで、で今回はできそうかなと思いましたみたいな感じでね、いろいろと書いてあったんですけど。 まあ過去と未来、これからは違うんであれなんですけど、過去のまま行くんだったらさ、無理だよと。日本取ってめんどくさい言うてるレベルでね、リサーチするの嫌だ,だとかね、日本取ってめんどくさい言うてるんだったら、それを、その状態でこっち来るんだったら、無理だよって、もうめちゃくちゃ言ったんですけど、どうすかね、に日本で <laughs> やめたみたいなね、そんなやつがね、無理です稼げないですよ。うん だから、まあ、もう教育してきますしつけをしてきますおおあの逆に言うとあのこういう人がまだいるんだなっていう僕を自分をまだ律すりますねまだこういう気持ちで情報を見てるんだと圧倒的にちゃんとやれっていうところを伝え続けますね100万本100万本ですよもうこんなのは10万本最低やりますけど100万本伝え続けていきますね ちゃんとやれと <laughs> うんまあ僕も, <laughs> も10万人以上見てますけどねお客さん結果が出る人と結果が出ない人は最終的には本当にここなんですグッドラックですよここですうんここがね ないとダメです、ね、だからまあ本当に松下幸之助さんですけども売り上げを上げようという気持ちがなかったら無理思う気持ちがなかったらダメだよっていう思う気持ちですね心がなかったら、まあ、無理なんですよねどんな方法でもうん逆にまだこういうお客さんを僕はああなんだうん まあでも一生消えないでしょうね。うん、だから一生消えないから僕が役目なんでしょうね、うん。僕がこう伝えていくっていうのが役目なんだと思いますけどね。うん、まあ多分消えないですよ多分。まあ久保さんのもとにも、まあ久保さんも相当濃くやってると思いますけど、まあ一部は出てくるじゃないですか多分。速下塾に入っただけで稼げるんですかとか。ね。入っただけで稼げないよって話なんだけども。 まあ安いからとりあえず速会塾に入ったら稼げるのかなみたいな多分一部いると思うんですよまあそういう価格設定でもあると思いますしうんだからやっぱね、まあ、今回ねあのまあドリームアカデミアはかか価格を上げてよかったなと思うのはやっぱさすがに120万になってくるとこういう人はいないですね間違いなくいないです去年年末120万で売りましたけど こんな人はい,い,いなかったです。まあ少なかったですけど大谷やさんも。<laughs> うん。やっぱ価格のフィルターっていうのはね、非常にやっぱ有効ですねあ。やっぱ120万まで売りましたけど。うん。まあ今回ね、まあまあ安いんで。安いとやっぱこうなりますよね。多分これ100万だったらこう、う大谷さん来ないんで。この、この価格、あの、今回売るやつが。うん。 難しいですねビジネスっつのはまあでもまああのー、伝えてきますよそれじゃダメだよっていううんちゃんとやんないとダメだよっていう、うん、これはまあ永遠のテーマですね簡単に稼げますかっていうね <laughs> <laughs>、うんだけどそのセールスするときにねセールストークがねあ難しいですこれねあのー 100万時間ぐらいかかります。初心者には無理です。あ,あの多分ほとんど稼げないですよ。一部です。っていう、ずーっとそれしか言わずに商品売るのは、た分難しいですね。例えばトヨタの車を売るときにね、車売るときに、いや、これ、もう燃費クソ悪いですよ。1キロしか走んないです。でね、デザインもダサいです。で、シートも乗り心地最悪です。イオンもします。で、オイル漏れもしてます。で、ちょっと危険です。 っていう車売れますかそのセールストークで売れセールストークちゃいますけど、それで車売るの難しくないですか,だかこの難しいんすよね。だから、どこの光加減で売っていくのかっていうのはね、まあ、久保さんもこれはいろいろとやられてるんでわかると思いますけど、売りが先行すると、んやっぱ光の当て方のその見せ方がそこに先行しますんで、うん。 だけどその光に寄ってくるお客さんがやっぱりいるわけですよね。うん。だ価格が安いよと。価格にフォーカスしてね、価格が安いよっていうと、価格に釣られてくる客層ですよね。でじゃ簡単に稼げるっていうことであるならば、簡単に稼げるっていう光に寄ってくる客層ですよね。うん。だそのね、バランス感覚がね、結構やっぱ難しいかなと。 思いますけどねまあでもまあ僕は経験あるんで、うん、経験上で経験があるからこそ今の売り方をしてます一回フィルタリングですねお問い合わせという形で決済させないとで決済させないで本ちゃんの、えー、セールスに関しては一人一人動画を撮ってその書いていただいた内容に対してしっかり伝えてそれでも入りますかっていうところでフィルタリングかけて売ってるんで こういうやつに関してはい。まあ安いね、300円とかの商品はまあお手わせじゃなくてすぐ決済しろっていう話なんだけど。うん。永遠のテーマですね。まあテーマというかまあ僕の仕事ですね、これが。多分これをね、しっかりこう伝えられる人ってあんまいないと思うんで。うん。だからよくね、その情報ビジネスをやってる人の中でまあ 売り上げが上がってくるとね、やっぱね、ぶっちゃけ言うと客層がそんな良くないんですよ。うん、だって、その稼げてない人は相手にするんで、稼げてないっていうことは、そのそれまでのうん努力だったりとか、それまでの思考しかないんですよ。だから、ぶっちゃけ言うと、情弱なんですよ。うん。だから、質がいいかっていうと、質が良くないんですよ。質の、まあそのそ お客さんをね、質に例えるのは良くないですけども。だけど、質が良くなくても、質を良くする楽しさっていうのがあるんですよ。まあ、久保さんもこれ経験してると思いますけどね。だから、その野村監督ですね。野村監督も弱小チームをね、こう、あのー、優勝させるっていう、そこに面白みが、仕事の面白みがあるし、大変なんだけどね。大変だけども、質,質が良い,いものを食べるのは簡単です。だけど、質が悪いものを ししくくてていくっていっうじゃあ、あのー、最初の1年目の野菜は全然ダメだったけどおいしくなかったけどじゃあそれをどう改善してね野菜をおいしくしていくのかっていう2年3年かかりますかかるけどもあー楽しいですその工程がねうん多分なん巨人軍みたいにねもう有名な選手取りまくって優勝するのかそれとも最下位でね最下位で弱小チームでねもう楽天ダメだみたいなね でもそこから這い上がって1位になる1位って同じ1位だけど多分得られる喜びって僕は違うと思いますね僕は最初からもうルーキーしかいないもう1位取れて当たり前で1位取るのともうお前なんか1位取れねえよとお前のチームなんか無理だよとでも周りから言われても1位取っていくっていうのが僕はそこにドラマがあって面白みがあるかなとうんでも大変なんですけどね 大変だけども、もうドラマがそこに生まれるんでうんも、もちろんね、ドラフトのすごい選手で集まって1位取るにも、ドラマはもちろんあるんだけど、ドラマの質ですかねどど、物語性、物語性が弱小チームから,からスクールスク、スクールウォーズもそうじゃないですか、スクールウォーズにしようかな、スクールウォーズもね、あのラロッキーとかもそうですよ、ロッキーとかも、這い上がっていくのがた あれがもう震えるわけですよねスクールウォーズもそうですよ。もうヤンキーがね構成してねこうやっていくっていうねそこにドラマがあるしすげえ感動するうんだから僕と久保さんなんかは多分ねお客さんのドラマを作ってるんじゃないかなと思いますけどね結構うんだ,からだからお客さんのドラマの数がまあまあ多いのであの ビジネスが安定しているとドラマの数だけビジネスが生まれるっていうねまあドラマの数だけビジネスのリピートが生まれるまあそのリピートで言うならばドラマの数だけビジネスは安定するというか広がるというかリピートするというかうんまあ大変ですけどやってきますよ100万回1億回伝え,伝えていきますよ無理りっつって <laughs> まあでもねかせ、こういうその稼ぎ、なんか、まあ今回、含め YouTuber アカデミーやるタカさんも、もうダメだったんですよ、ほんとに。いろいろ。でも今ね、コンサルもう2年ぐらいやっていくかないや。めちゃくちゃ進化しましたね。うん。いやほんとに、だ僕も嬉しいっすもん。なんか、あのこう成長していくプロセスを見れて、ああ、こう変われるな、つって、ね、変わったな、みたいな。 うん、なん仕事のやりがいは僕は非常にあります。まあその他者からね、どうのこうの、えー、言われたとしても、僕自身は仕事のやりがいは本当にありますね、うんそう。情報ビジネス、情報商材ってね、周りから見たらそんなにいい職種ではないと思います。叩かれてますから、情報商材やイコール詐欺みたいな感じでね。僕はやりがいがありますね。うん まあやりがいがあるというか、やりがいがあるようにしたっていう感じですかね。自分の、ここ、ここで。<laughs> あと、思考で。うん。まあ、僕もね、一時期ねおも、いろいろ思ってたことありますよね。いろんなお客さん対応して。やっぱ10万人以上もね、このうん、ジャンルでやってきてますから。17年ですか。17年、この、金が儲かりますよっていうジャンルでやってるんで。まあ、いろいろ見てきたんで。 治る時もありましたけどもう免疫はつきましたねうんそうそうはいいってらっしゃい